2月10日、中原区にある川崎市国際交流センターで外国人市民による日本語スピーチコンテストが開催されました。川崎市で生活している外国人が日本に来て体験したことや感じたことなどを日本語で発表するものです。参加資格は16歳以上の来日して5年以内の外国人市民で、今年は留学生や会社員など9人がエントリーしました。イスラム土地でマイクになってしまったのです。涙があふれて止まりませんでした。でもその時、中国出身の王仙さんは来日して間もない時に行った花火大会で知人とはぐれて迷子になった自分を助けてくれた警察官について話しました。ずっと泣きじゃくろう私を警察官は熱心に慰めてくれました。日本は人々の温かさに触れることができる素晴らしい国だと思います。私は3年前、他にも日本のアニメに魅了され聖地巡礼をした話や日本語の発音に苦労した話など、イラストやパフォーマンスを交えた流暢な日本語で発表が行われ、どの出場者にも大きな拍手が送られていました。ありがとうございました。みんなそうですね、9人のスピーチを見て素晴らしかったと思います。はい、内容、はい、なんかとても感動しました。非常に見応えというか聞き応えがあるいいコンテストだったなと思います。これからも日本で頑張っていきます。